ザンバ島とは中国で用いられていたながらぶき、もしくはその名で通称された大型の刀剣である。また、近年では創作物の影響で日本刀の一種である大立がこれと混同されることが多い。古代中国における大刀の図前館時代にはザンバ剣と呼ばれるながらぶきが存在していることが文献に残されている。これは、 長寸の両場の剣に長い柄をつけたもので、漢所にもこの名を持つ刀剣が登場している。漢代において皇帝の権力の象徴であった、昇法法剣もこの残馬剣の様式であったと伝えられている。唐の時代にはさらに長い柄に、身幅の広い片刃の刀身を取り付けたものに発展し、大刀と呼ばれるようになった。立ちは、身金が広く刀身が比較的短いものと、 未金はそれほどでもないが、刀身の長いものとに分岐して発展し、後者は眉尖刀と呼ばれるようになった。これら、大刀や眉尖刀は、残馬剣と同様に、騎馬兵と戦うためにも用いられた。東大には長くほとんど反りのない刀派、もしくは両刃の刀身に、両手で持つに十分な長さの柄があるものが、白刀の名で用いられ、 これも、騎馬兵と戦うために用いられた。これらの長ら武器、もしくは大型、長寸の刀は、時代が下って、宋代の頃には、残馬剣に倣って、残馬刀と、通称されることが、一般的となった。秋夜に、中国沿岸に来襲した和光は、民の軍隊が用いるものよりも、はるかに、長い片刃の刀を使って、民軍を苦戦させた、都民の将軍である。 関継ぎてるが、非行新書に記載しており、また豊臣秀吉の朝鮮出兵の際には、日本軍が、柄の長い長尺の刀で民軍の騎兵を苦戦させた、と記録されており、李氏朝鮮犠政府の両犠牲であった、劉成達は、後に、著書、長録の中で、壁帝官の戦いにおいて、民の将軍李事書を率いる、民軍騎兵が、日本軍の長尺の刀で陣馬もにいいと、 切り捨てられたことを記している。これらは、日本の野ちや長巻であったと推測される。民の苗刀庫の和の長く威力の大きい刀は、民の軍備に取り入れられ、日本より路角または攻撃を通じて入手されたもの、及び模倣して、民で作られたものは、苗刀と呼ばれて、北梁との戦いの際に、大規模用の武器として用いられ、これも残馬刀と通称された。 これらの残馬剣及び残馬刀は中国においては前漢の時代から秋夜に入って不評用の火器が不評の主力装備となるまでは長らく用いられ広く銃が用いられるようになっても連射のできない銃兵を騎馬突撃から援護するものとしては信頼となってさすがが普及するまでは使われていた20世紀初頭義和団の乱に際しても義和団の中に ン馬刀を用いている者がいたことが記録されている。ン馬剣、もしくは太刀及び眉と狩り刀、白く刀ともに、矛や矛などの長ら武器に近いものであり、騎馬場から敵騎馬めがけての突きや切り払い、または馬場から不評に向けての突きや切り払いを行うものとして用いられた。下馬した際、もしくは不評が用いた際も、地面から騎馬を狙い、 月や切り払いをする者として扱った。白頭は、刀の軍隊において王列に並んだ不標が膝をついた、低い位置で前髪型に突き出すように構え、いわゆる、槍ぶすまと同様のものを作って、敵騎馬の突撃を防ぎ、不標の隊列の後方から弓を構える兵を守ると、共にこの、刀ぶすまによって、足を止めた、騎馬隊を猛射する、という陣形を取っていたことが、 文献に記載されている。また、民の将軍、関継テてるのを表した連平実記には、騎馬兵に対する有効な戦術として、和党により馬の頭や足を切りつけることが記されている。残馬がという言葉から、馬を丸ごと切ることができる強力な残力のある代物であると想像されることが多く、特にフィクションにおける表現などでは、馬の胴体、または、 主部と汽車をもろともに切る豪快なイメージが描かれるが、実際にはそこまでの威力のあるものではなく、長い刀身と柄を持つことによるリーチの長さを活かして、馬と汽車からの攻撃を避けつつ、汽車を落馬させるか、足を狙って馬を潰すことが、現実の戦闘での使用法であった。とはいえ、大きく重い闘身を片手で振る、通常の刀や剣よりははるかに大きい攻撃力があり、 たとえ十分な防御力のある甲冑刀を着用している相手であっても、斬撃を与えることができれば、切ることができなくても、重度の打撲や骨折を負わせることのできる強力な手持ち武器であったであろうことは確かであると考えられている。日本刀の中でも長大なものである、大立ちもしくは、野立ちを指して、斬馬刀と呼称されることがある。 中国と日本における刀剣の発展史を比較すると、中国大陸におけるザンバ島は、日本の大立ちとそれが発展したものである、中間の立ち、さらにその発展系である長巻との類似性が見られるが、前述の秋夜における、苗型何和光を通じた、日本の影響を見ることができる他には、直接的な関連性はなく、中国大陸で用いられていた、 ザンバ島と呼ばれる武器と日本の大立ちとは根本的に別の武具である。このような混同の原因は近年の漫画等の創作物が発端だと考えられており、ザンバ島もしくはザンバ犬という名称の武器が登場する創作作品はいくつかあるが、いずれも中国におけるザンバ島とは異なる創作上のデザイン、もしくは大立ちの衣装としての存在である。ありがとうございます。